皆さんこんにちは、近藤です。今日はストレッチデニムを使ったスキニーパンツをご紹介します。ストレッチ素材を使ってドレーピングするときはボディの上でどのくらい布が伸びるかというのを確認しながらドレーピングすることがとても大切です。素材素材によって伸び方が違うので、それをこう手で感じながらドレーピングするという技術を学ぶ必要があります。さらにただきついだけではなくって体にフィットさせるという感覚を手で覚えるべきです。特にシルエットを確認するときは前からだけではなくって横から見たときにどれだけ立体的な形を作るのかというのを心がける必要があります。さらにヒップをただ押しつぶすだけではなくってできるだけ立体的に見せるという造形力が必要になりますね。ぜひ皆さんもこのビデオを見てスキニーパンツのドレーピング挑戦してみてください。
今日のドレーピングいかがでしたか？素材の伸び方を調節しながらドレーピングするというのはとても難しいことです。さらに美しいシルエットを作るためには当然正しい立ち姿の裁断ボディを準備する必要があります。ただ足がついていれば良いというわけではないですね。前からだけではなくて横から見た時に美しい立ち姿を持った裁断ボディを準備すれば自然とドレーピングで美しいパターンを作り出すことができます。ストレッチ素材を使ってただお尻を押しつぶすようなパンツのパターンをよく見かけることがあるんですが、それとは違ってやはり立体的に表現するということが大切です。なかなか難しいと思いますが、ぜひ皆さんもこのビデオを見てトライしてみてください。今日はありがとうございました。